ジェンダーチェンジャーとは、情報機器などをつなぐケーブルそれ、自体を互いに接続するために用いられる。同種の接続コネクタ同士が、背中合わせにくっついているような構造を持つ器具のこと。延長アダプタとも呼ばれる。ケーブルと機器との接点であるコネクタは、ピンが突き出ているオスコネクタと、それを受け入れるための穴が開いているメスコネクタとの組みで構成される。インターフェースの規格によって、 機器側、ケーブル側双方に使われるコネクタの性は決まっており、若干の例外はあるものの、通常機器側がメスコネクタ、ケーブルがオスコネクタである。必要な長さよりも短いケーブルしかない時に、ケーブル同士を接続して延長することができれば便利であるが、同じ性のコネクタ同士を接続することはできないので、ケーブル側のコネクタがオスであれば、 両側がメスであるような変換コネクタが必要となりこれをジェンダーチェンジャーと呼んでいる。ジェンダーチェンジャーをケーブルのコネクタに接続するとコネクタの性が変わるためこのように呼ばれるものと思われる。類似した製品にクロス結線や変換するリバースアダプタやワイヤリング等がある。一見便利なように見えるジェンダーチェンジャーであるが、一本の長いケーブルを使用した場合と比べると 余計な接点が2箇所も増えることになり好ましくない。具体的には接触抵抗やインピーダンス整合の不良による信号強度の低下や信号の反射、低在波の発生、シールドの不良による外来ノイズの混入などが考えられる。これらの問題は伝達される信号の周波数が高いほど顕在化するため高速伝送を目的とする一部のインターフェース規格では ジェンダーチェンジャーなどの変換コネクタの使用を禁止ないし、制限している場合がある。コンピュータに使用されるものでは、シリアルポートに使われる D サブ9ピンのコネクタなどが、機器側が、オス、ケーブル側が、メスの構成をとる。例えば USB 規格においては、ジェンダーチェンジャーや延長ケーブルの使用は、規格外であり、そのような製品に USB のロゴを表示することができない。 ありがとうございます。